いやー、マジでやることなくて、喋るわ。うん。でもそれ、俺はスーパーマリオオデッセイしながら雑談するのが一番楽しいんです。スーパーマリオオデッセイをね、やりながら雑談したいので、ちょっと準備します。いや、なんか前回の雑談でツイッターの人の悪口言いすぎたからな。でも、それはいいことなんだよな。やっぱりネタツイッターの人たちもさ、うわっ！っていうところあるわけじゃん。あ、こういう人嫌だな、みたいな。そういう、俺の最悪、俺ってやっぱ実は最低なんですよ。浅い人間で。こういう趣味をしてるから嫌いっていう、そういう、あ、やば！スマブラデータ吹き飛ぶかもな。まあ、その時はしゃあねえわ。こういう趣味だから嫌いみたいな。そういうひどい考え方を俺は持ってるんですよ。あ、ゲームソフトカードの人なんだけど、でもいいところはあって、いろんな人にもね。それっていいよね。でもさ、普通のツイッターの人っていいところもないじゃん。ツイッターにいる人っていいところもないのに悪いところはたくさんみたいなさ、そういうのダメだよねって話で。で、俺今回なんかあれ、浄土瑠璃さんのなんか鬼っていうので、なんか今ちょっとバズってんだけど、俺それ見て思ったのはすごいなって思ったっていうか、まあなんかそれですごいみんな褒めるじゃん。やっぱ俺ってその漫画、うわすげえって思うのは特にないんですよね。別に思わなくない？俺それ見ても何もすげえなとは思わなかった。天才だとは思わなかった。別に俺はね。なんでかって、みんながもうすごいなって言っちゃってるから、ちょっとすごいなってあんま言いたくないんですよ。てか、すごいものとして見ちゃってるからさ。やっぱすごいものって比べないと分かんないじゃん。でもなんかすごい、まあ物語のネタバレになっちゃうかもしれないけど、まあ最後まで、なんかすごい、なんかね、きつい、胸が苦しくなるお話で、救いのないお話みたいので、やつでね、まああったけど、それですごいみんな褒めてんの、なんか気持ち悪いなって思っちゃってさ。審査員は別にいいんだけど、ツイッターの人が難しい言葉使ってみんな褒めてる感じするから、あ、キモいなーって思って。俺それでキモいって思っちゃうって本当はダメなんだよ。俺難しい言葉使った時点でキモいって思っちゃうっていう、ちょっとダメなんですよね。でもまあそれで、まあキモいって思ってんだからしょうがないでしょ。まあ見たけどね、すごいね、救いのない話っていうかね。まあそれもまあ、これもなんかよくわかんない気持ち悪い言葉で、なんつう、まあ胸が苦しくなるようなお話でね。あんまり詳しくは見れないね。隅々まで見ようとは思わないよね。俺がもし漫画家の審査員だったとしても見たくないよね、あんまりそういうものって。俺ってやっぱすごい自己中なんで、1ミリでも自分に嫌なものって受け付けないんですよ。とんでもないバリアが出来上がってるんで、ドキュメンタルとかでもやっぱりつまらないものはつまらないじゃないですか。つまらないシーンっていうのはあって、俺それ絶対に見ないんですよ。本当は意図を組んだら面白いし、考えたら面白いかもしれないけど、パッと見でもちょっとつまんないなと思った瞬間、30秒スキップみたいな連打するんですよ、そういうシーン。俺はそれでザブングルさんのシーンは全部カットしたんですけど。まあね。ザブングル加藤さんはやっぱつまらないもんはつまらないけど、別になんか他の人が面白すぎるだけだったかな、ドキュメンタリーに関しては。ちょっと2つのこと同時にできんわ。雑談するわ、雑談の方が好きだし。いや、最近やることなくてさ、漫画もあと俺、ジョジョリオンしか見るもんなくて、ね、まあ、見るもんあるんだけど、別にね。あるけど、なんか、その優先順位的に見るもんが、あと、漫画はジョジョリオンしかなくて、ソレマチも見ちゃってね。ソレマチ見んのめんどくさいんですよ、全部見たんですけど、なんか2週目とか入って、好きな人ほどすごい優しい、ファンに対してすごい優しい作品だと思うんですよ。優しいっていうか、もうすごいいい作品だと思うんですけど、俺は別に、それ待ちそんな好きじゃないしね。もう面白かったけど、
そのな、俺がワンピースくらいの熱量を持ってそれまちに接したらめっちゃ面白い漫画だし最高の漫画になってんだけど、好きにはなれなかった別に。でも面白い漫画だと思う。やることなくなったら見る。でめんどくさいんですよ、時系列がぐちゃぐちゃで。でもぐちゃぐちゃな、時系列がぐちゃぐちゃって悪い意味じゃない、時系列がシャッフルですね。うん、ちゃんとした時系列っていうのがあってネタバレになっちゃうけどね、シャッフルされてるんで。でまあそれだけじゃないんで、すごい細かいとこもめちゃくちゃ細かいっていう、そのファンのために作られたような作品だし、あと元ネタとかがわからないんですよ俺は。でも和の国だってね、ワンピースの和の国だってそういうことしてるもんね。みんな気づかないだけでさ、あれいろんな落語ネタ散りばめられてるんでしょ。落語とかそういうネタをさ、とんでもない数散りばめられてるんでしょ。でもその細かすぎて本当に伝わらないものになっちゃってんじゃん今の和の国って。そうらしい。なんか全部なんかほぼ落語のとかそういうネタで構成されてる。俺落語全く見ないから、全くわからないから細かいことにも気づけない。伝わらないんじゃなくて気づけないっていうやつらしい。だからまあ別にソラマチはね面白かったけど、うん、まあ好きなものの話でもやっぱね、ソラマチでいいのはやっぱ唐突に SF が出るのいいよね。 SF っていうかさ、あれいいですよ。唐突にうおってくるようなもんが出てくるのはいいし、うん、ああいうなんだろうな、そう、変態のために作られた漫画って言い方は悪いですけど、変態的にその作品が好きな人のためにまあ、作られたような漫画なんじゃないかなと俺は思うんですよ。俺ワンピース大好きなんで、俺はワンピースが大好きなんですよ。でワンピースも全巻買って、カラーで買って、もうずーっと読み続けてたんですよ。それまちは別に好きじゃない感じかな。うん、それまちは別にって感じ。でもなんか鬼鬼って今回やったやつも見たけど、なんかみんななんか UI っていう、なんだ UI っていうかね、あのアプリの構成っていうかデザインみたいのに文句ばっか言ってる人が多くて、まあ見づらいんだろうけど、俺は全然見づらくなかった。もう適当にパパパパって見ちゃって。俺って漫画1回目読むと0回目なんですよ。1回読んで0回、2回目で1回目ってなるんで、俺ドメスティックな彼女とかも全部見てたんですけど、全く内容が入ってこなかったんで、2週目でようやくめちゃくちゃ涙、2回目で 1.5 回目分なんですよ。だから容量が悪すぎるんですよ俺は。ね、だからマジでね、だドメスティックな彼女もまた買わなきゃいけないんだよ単行本。きつい。で特装版っていうのもなんかあるよね。特装版も高いしね、いじらないで長トロさんのやつも特装版買いたいけど、特装版高いんだよやっぱ。これでしょ、やっぱいろんな作家がかかってるからさ、配分が倍になってるでしょ。金です。はい、いやそういうわけじゃないか別に。あんだけ作家さんがいてしょ、そんなことはないか。ちょっと入ってるかもしれない。まあね、まあもうやることなくてさ、加藤純一さんは信長の野望ばっかやってさ、信長の野望別に見ないじゃん。ていうかもうやってないし、なんだかんだ言って、あと今デキモンが腹にできててめちゃくちゃ痛いんですよ。痛くて痛くてしょうがなくて、マジで無理だ。なんで立って、で本当に今やることなくて、漫画もあと見るもん、カラクリサーカスね、カラクリサーカス全巻買いたいんだけど、お父さんがプライムビデオでちまちま見てるんですよ。マジで腹立って、いやネタバレされるじゃん、明らかに。なんだこいつっていうのがね、チラッて見たら、もう、どういう展開だっていうのがあるんで、うぜえなーって俺は思います。すごい嫌です。ねえ。Kindle で俺、あと、高木さん欲しいんですよ。なんでかって、アニメでさ、まあ、モブがいるじゃん。俺、モブ大っ嫌いなんですよ。俺はもうなんか、そんな世界を広げないでほしいんですよ。俺モブ嫌いなんで、ああいうね、まあ女の子軍団のモブも別に見たくないし、一番ダメな男のモブよ、冴えないモブ、あいつらだ本当にいらない、マジで。
それ見てくないから俺はねアニメ見れないです。絶対アニメの方がいいしね、絵もね、アニメ絵でね、俺が好きな絵だとは思うんですけど、ほんとそういうのなんかねめんどくさいやつなんですよ俺は。ここパパパパパパって飛ばしちゃうみたいな、そういうやつです。まあね、娯楽が今雑談しかなくて本当にマジでつまんない。いやお金かければ漫画とか読めば面白いんだけど、別にそんなお金かけたくないしね。やっぱ自分雑談してる時が一番楽しいから。うん、ブリーチももう全部読んじゃったんですよ。まあ、全巻は買ってないですよ。アニメで見て、で、ズルみたいなやつ。でもアニメあれめちゃくちゃうざくないですか？テレビオリジナルみたいなのさ、挟んできて。あれめっちゃ腹立つんですよね、俺は。アニメオリジナルね。アニメオリジナルのアンチなんで、俺は。なんかまあ別に、合間合間に言えるアニメオリジナルならいいんですけど、なんかね、ワンピースもなんか、ワンピースはね、救済しちゃった。救済しちゃったっていうか、また救済ですよ。もしかしたらもうワンピース3週に1回救済にするんすか。いや、面白いもん見せてて、そんだけ休むってダメだよね。バキドウだってそうじゃん。2週に1回くらい休んでるな、あの先生。もうみんなジジイだもんな。腰言わしちゃってるもんな。まあ、しょうがないんだよ。ていうか、まあ、そんな絵考えてさ、すごい速度で絵考えて、やらなきゃいけないって、ちょっと重労働ですから。怖いよね、なんか。なんかもう、早く時間を歪む技術みたいなのできてほしいね。それで俺はもうね、毎1日3回ジャンプを見たい。もう朝ワンピース、昼ワンピース、夜ワンピースでね、鬼滅の刃、僕のヒーロー、もう時間歪むんで、その日なんかもう、もう、1日30日くらいやるんですよ。漫画家さんにあげるっていう。1日が30日分になるんですよ。そういう編集者さんたちも。っていう悪魔のプロジェクトみたいなのがね、早くなんか、そういうの欲しいよな。いや、毎日ワンピース見たくない？毎日は言い過ぎか。3日だな。3日に1回ワンピース見たい。で、3日言うんだったらもう毎日見たいけどさ。いや、ワンピースめちゃくちゃ面白いわけよ。確かにその、全盛期の時って言い方悪いですけど、あれに比べたらって言ってもやっぱ今面白いですよ。どうなるのかなって。うん。いやー、マジ面白いな、ワンピース。すごい面白いな。ワンピース、俺はワンピースが大好きなんですよ。超ワンピース大好きなんだね。ワンピースが進まないから、ムカつくから、そのね、劣化版ワンピースみたいなの俺作ってるしね。もう今、限定公開にした気がするけど、やっぱ恥ずかしいから、うん、空想ワンピースっていうね。空想ってなんだよ、何なんですけど、ワンピースの能力とか戦闘システムみたいなパクっためちゃくちゃつまんない物語があるんですよ。もう駆け引きとか物語とかないみたいな、そういうの考えてるのはすごい楽しいんですよ。めっちゃつまんないよ、うん、めっちゃつまんないだろうけど、めっちゃ楽しいよね、やっぱりそういうの考えてるとき。超楽しいわ。進みが遅いからね、なんかワンピース、うーん、もう救済だよ。テンション下がるな。まあ別にいやでもだいぶショックよ。救済はワンピース .com 見るか。もう最近俺はね、我慢を覚えてね、あれを見るのやめたんですよ。ワンピースの、早バレみたいのをさ、見るのをやめることに成功してね、ようやく俺は、できる男になった。いて。来週のワンピースの冒頭ちょい見せそうだったっす。
救済だった。俺やばいな。脳みそと言ってること真逆なんだけど。怖っ。俺はさ、まあ、救済ですけどねとか言ってワンピース .com 見に行ってさ、やば。バグってるわ。どんだけワンピース見たいんだよ。本当はめちゃくちゃショックだからね。まあ、全然余裕ですけどって言ってるけどね。本当は毎週見たいけど、毎週ってとんでもない労働じゃん。労働って言い方悪いけどさ。漫画人生って大変すぎだよね。ずーっと座ってさ、こうすごい書かなきゃいけないし、直さなきゃいけないところもいっぱいあるわけで、全然知らないけどね、うん、大変らしいですからね。でもね、いや面白いもん見せるのがいけないんだよな。そんな面白いもん見せるのがいけないんだよ。面白いもん見せたら次が見たくなるじゃん。単行本も買わなきゃな。でも金がね、金がね、なんか調子乗ってスパイダーマンバースのさ、すげえなんか最強コレクションみたいなやつ買っちゃって、一番特典ついてるやつをね買っちゃってね、調子乗らなきゃよかった。本当にちょっと後悔してる。本当はね、ちょっとずつ後悔し続けてる。でも調子乗って買いました。だいぶ後悔してきた。うん、やばいよ。漫画おもれんだよ。漫画面白いからな。からかい上手の高木さん見てんだよな。でなんか7月に出るでしょ、次11巻。なんか漫画だとすごい絵が鋭くなってるらしい、一巻は。まあどんどん柔らかくなっていくんだろうけど。めちゃくちゃ眠いな。そうだ、犬がね、うちの犬がね、まあなんかやっぱ寂しいんですよね。今全然ね、家に人がいないんで、俺しかいないんで、引きこもってる。引きこもってるからニート。引きこもってるわけじゃないんですよ、別に。外に出たくないだけなんで。今引きこもってるんだけど。いやもうなんか、すごいひどい言い方するとね、まあ、ベッドの上乗ってくるわけよ。してまんまめっちゃ臭いなって思って。めっちゃ臭いって思ったら、なんかもう、平国じゃないですか。平国、俺、犬の屁がめちゃくちゃ嫌いで。うわ、くせえって言って。でももうめっちゃ暴れて。それ出てくるじゃないですか。で、帰ってきたらまた臭くて。また屁だって思ったら、多分もう、体臭みたいのが屁の匂いになってるんですよね。明らかに屁の匂いしかしないんですよ。それか屁を出し続けてるか。だってさ、往復して帰ってきたらまだ屁出してるっていう。のはないじゃん、多分。だからもう、屁の匂いになっちゃった。屁になっちゃった。うちの犬が、愛犬が。どうしよう。やばいね。めっちゃ屁の匂いがするからね。すごい嫌だ。うん、いやー、でも雑談楽しいな。ああ眠、寝ちゃおっかな。もう腹痛いし、何しよっかな。あ、漫画読みてー、漫画読みてー。いやー、グッズ誰も買ってくれないですね。もう泣いちゃう。もう泣いてますし、実際みんなには目に見えない、目には見えない涙じゃなくて普通に泣いてるんですけど、単純にあの、ほら、泣いてるだろ。あ、ズームしねえじゃねえかよ。あ、もうズームしなくなった。終わった。おしまい。あ、俺、誰も買ってくれないね、グッズ。でもね、俺のグッズの作り方間違えたよね。
まあ、作り方を間違えたとかじゃなくて別に作れないだけなんですけど、俺が好きな人って、まあ、YouTube 上では多分誰もいないんですけど、てか俺が好きな人はいるかもしれないんだけど、多分俺の好きな人はね金ないんですよ。おー、はじめ教授面白いなって思ってる人多分ねお金ない人なんです、俺が好きな人。お金あってくれよ、親からでもちょっとぶんどって、お金なんでお金ないんだよ。誰も俺のグッズ買ってくれないから切れて、なんか利益をめちゃくちゃね10倍にしたで、だったら誰も買ってくれない、余計に。だ、何してんだろうね。いや、マジで腹立って、誰も買んねえのかよクソがって思って、あの利益取り分100円から1000円にしました、ね、いや買わせる気ないです。いや、あるけどね。いやーな、買ってほしいな。なんで買わないんだろうな、みんな。まあ俺と一緒でみんな見る目がないんですよ。俺も見る目ないしね。いや、俺は見る目あるだろ。見る目あるもん作ってんだから、いいもん作ってんだから。いや、俺のグッズいいと思うんだけどな。お金があれば欲しいってものしか作れてないんだよな。もう何が何でも欲しいものを作らせるってやっぱ大変だろうね。うわー、もう、もう3日くらい飯我慢してでも欲しいわっていうくらいに欲しいものを作るって、もうそれがさ、アーティストっていうかそういうものじゃん。作るクリエイターじゃん。自分に必要なものを削ってでも、その必要じゃない心を満たしたいみたいなので買うみたいな、じゃん。お金なさすぎて、なんかファンティアとかのなんかよくわかんない応援サービスみたいな全部解除した、全部無料にした。もうね、金ねえから俺。マジスパイダーバースの呪縛がすごい、1万すんだよ、なんか最強エディションみたいな。それもまあ3つディスクがついてくんだけど、 4K と 3D 持ってねえから俺アホでしょ。 4K 俺持ってません、 3D 持ってません、おしまいです本当に。特典もなんかさ、村田のジジイって俺呼んじゃうんですけど、なんか加藤純一さんのノリでね、なんで俺がジジイって呼ぶかって言うと、すごいワンパーマンの更新が遅いんで。なんか俺はちょっとね、まあ、敬意を込めて、まあ、村田のジジイって呼んでるんですけど、村田のジジイが書いたやつで、あの、ペニーパーカーがめちゃくちゃちっちゃいんだよ。ちょんって。あと、もう俺はペニーパーカー目当てでね、来たよな。もう普通にピクシブ見とけって話です。残念、本当に。めっちゃちっちゃい。めっちゃちっちゃい。書き下ろし。村田のジジイ書き下ろし。もう、泣きです。おしまい。残念。おしまいです、もう。もう9000円、無駄。なんですけども、うちのおじいちゃんがね。うちのおじいちゃんもうほぼ目見えないけど、なんかね、めちゃくちゃでけえ 4K のテレビ買ったんですよ。でもね、もう、じゃあ、スパイダーマンバース見に行けるじゃんって思ったら、一日中テレビ見てるんでね。これ無理だって思って。いやー、おじいちゃんが死ぬまで俺はスパイダーマンバースを 4K で見れないっていう。あー、でもね、長生きしてほしいですけどね。一生スパイダーマンバース見れないこと願いますよ、4K の。ね、悲しくなっちゃうよね。俺は おじいちゃんもおばあちゃんも好きだからさ、おじいちゃん死んで、あー、4K で見に行こうってなったらさ、あー、おじいちゃん死んだから見れるって言って見てさ、楽しく見れないよ、そのスパイダーマンバース。もうスパイダーマンバース面白かったのに、おじいちゃんの 4K テレビとおじいちゃんの死が連動して、スパイダーマンバース見るたび泣いちゃう俺、どうしよう。いや、でもスパイダーマンバース面白かった。プロメア絶対面白いから見に行かないと、早くよくわかんないネタバレされる前に見に行かないと、見に行かないと。いや、でもなんか来場者特典で変なカードもらえるんでしょ。多分俺もう遅いからもらえないかもしれないけど、もしもらえたとしたらさ、残ってんのはザコしかいないじゃん。なんかよくわかんないキャラクターのカードしかもらえないじゃん。嫌だな、なんか天元突破グレンラガンのなんか兄ポジションとか、そとか主人公ポジションのやつ欲しいよ、やっぱ俺は。うん、それかなんだろうな、俺の好きなキャラ、好きなキャラなんだろうな、
俺がもう全て含めて好きなキャラってなんだろうな。こいつが好きだ、このキャラが好きだみたいな。あれか、オールフォーワンか。いや声だけで、ほぼ声でさ、あの人の声がいいから。声とね、筋骨バネかみたいな、あれだけ、あれだけ、筋骨バネか、筋骨バネかのオールフォーワンさん。まあみんな筋骨バネかって言ってんだよ。だって筋骨バネかが一番覚えやすいじゃん。あの、まあまあ、総骨、筋骨、バネかみたいにさ、筋力増強4みたいな、かける4みたいに言ってる中でさ、一番覚えやすいじゃん、筋骨、バネかが。YouTube だから急に踊り出してもいいんだよ。狂い出してもいい。別にね。iPhone なら。何言ってんだ。本当に何言ってんだろうね。しっかり。しっかりしましょう。まあなんか鬼見たけどね、別に。なんか長ったらしく感想を言う人、言う側の人にはなりたくないなって。やっぱなんかキモくない？長ったらしくさ、難しい言葉使ってさ。ああ、バイバーンみたいに言うの、やっぱ、あれってキモいじゃん。うん。ああはなりたくないなっていうのはあるからな。でも、ああなるんだろうな、俺は。ああなるっていうか、まあね。嫌だねって話ですよ。まあ、何しようかな。漫画読みて。漫画って本当読むもんなくなってきた。まあ、読むもんあるけど、電子版でね。俺、電子版でしか買わないんで。電子版やろうなんでね。もう置く場所ないから、俺んち漫画。もうさ、7つの大罪とワンピースでもうあの本棚が埋まってんの。チャイチーな本棚が。買わなきゃいけないんだよな、本棚。でも本棚なんか出来合いのをさ買いたいよね、現品限りで。それも嫌だな。なんかアマゾンで買おう、安いの。かゆ、いや漫画俺めちゃくちゃ読んでんな。なんだろうな、あと読みたいの。いて、いやーワンピースすっきゃわ、わしゃワンピースすっきゃわ、めっちゃすっきゃねん。いやでも少年ジャンププラスも地獄が、地獄楽面白いね、あれね。でもなんか、いろいろあと面白いのはあるんでしょ？カナダのアストラとか、なんか、群青の、マグフニャニャ、ホニュララみたいな。アニメ化してるくらいだから面白いんだろうね。面白いっていうか、売れてるっていうかね。地獄楽面白いな、あれ。無料で読めちゃうの強いよな。やっぱもう、もう時代は古事記ですよ。無料で面白いものを見て文句言う時代、最低の時代だ。それを先駆けしたのが漫画村。この世で一番の悪、絶対悪こと漫画村ですが、まあですがそんな僕も俺は YouTube でトリコとバキを全巻見ましたって言って、もし俺だけ捕まるようなことだったら全員捕まえるからな。俺が全員捕まえます。俺が金持ちになった時、その YouTube で消してもダメです。あの YouTube の、屁が出た。元データから引っ張ってきて。ちょっとでもワンクリックでも、あの、早バレを見てる奴らも全員ヒットライでね。あのもう、世の中牢獄になりますから。ああ、もうダメだ。地球ごと牢獄にしなきゃってなるくらいね。みんな見てるから。水曜日のダウンタウンも見てるだろうし。でも俺 YouTube に載ってたらね、アウトだけどセーフ理論っていうね、最悪なね、定義を持ってて、まあ、天下の YouTube なんで、YouTube にいずれ消せるけど、YouTube に載ってんだけどいいっしょ、みたいな。最低な考え方なんで。そういうのダメですよ。そういう人になっちゃいけない。あ、時間長すぎちゃう。